10分ぐらいで大体わかるマイナー兵器解説始まるよ。今回は国会一の大型軍艦であるルーマニア海軍のマラシェシティを解説するよ。そういえばオタクくんたちはゴールデンウィークは何をしていた？あっしはね、貴重な時間を蘇生乱造動画に費やしたクソバカ作者を無麻酔で去勢するのに忙しかったよ。クソが。さて、時は1970年代、ルーマニアの独裁者チャーシスクは兵器の国産化を推し進めていて、海軍には国産艦艇の建造を命じていたよ。というのもチャーシスクは東西両陣営に属さず、美味しいところだけをいただこうというコウモリ外交を展開していたんだ。実際ソ連から輸入した兵器をアメリカに輸出し、見返りにアメリカドルを入手するようなことまでしていたんだ。当然こんな外交じゃ信頼関係が築けるわけがなく、ルーマニアは常に国際的孤立のリスクを抱えていたんだ。さらに当時のルーマニア軍の主力兵器はソ連製、ソ連から断交されれば軍の弱体化は必至だよ。だから兵器の国産化が強く推し進められていたんだね。余談だけど、チャウシェスクはキム・イルソンの大ファンとしても知られるから、70年代に T-62 などの主力兵器の国産化に成功していた北朝鮮の影響もあるかもね。さて、国産艦艇の話に戻るけど、当時のルーマニアにはコルベットすら自力で建造する技術もノウハウもなかったよ。だけどチャウシェスクのゴリ押しのせいか、5000トン級の大型艦建造が決定。しかも大艦巨砲かつフェリボ艦としての運用も求められるなど、チャウシェスクマンタケシの挑戦状レベルの欲張り計画になるよ。おまけに設定から建造までは全てルーマニア人のみで行うことになり、これが原因で設計ミスや性能不良などを招くことになるよ。それでも1978年3月に寄港し、81年浸水、85年6月に収益にこぎつけているから、かなり努力したと思うよ。だけど様々な不具合を対処していたせいか、公式での収益日はチャウシェスクが命名式を行った1986年8月2日にずれているけどね。さて、ここからはそんなマラシェシティの性能を見ていこうか。マラシェシティは全長 144.6m、全幅 14.8m、喫水 4.9m、満載排水量 5790 トンと、かなり大型だよ。この大きさはカイジの村雨型に近くて、同年代の初雪型や OH ペリー級よりも大きいよ。また両派性確保のためバルバスバーを装備し、船体中央部にまで達するナックルラインを有するのも特徴だよ。だけどトップヘビーかつ船体の設計ミスのせいで安定性はかなり悪いらしいね。しかもヘリ運用能力を有しているにもかかわらず、ピンスタビライザーもヘリ用着艦装備もないよ。ヘリの運用能力だけど、小型の IR316 なら2機まで運用可能。現在は IR330 を1機のみ運用するよ。これらヘリには対戦能力がないから、洋上哨戒と捜索救難が主な仕事だね。次に武装についてだけど、全てソ連製かつ旧式のものを装備しているよ。これはソ連が軍事機密の流出を懸念して旧式兵器しか輸出しなかった影響だね。まあルーマニアは兵器の転売屋やっていたから残念でもないし当然だよね。主砲は AK726 76mm 二連装速射砲を2機4門装備。この砲は理論上だと噴火100発を誇る療養砲なんだ。だけど放熱に問題を抱えていて、45発を射撃したら数分間砲身を冷却する必要があるよ。そのため主砲2機を全力射撃することはできず、実際の運用では1機ずつ射撃する攻防地で主砲の冷却問題を解決しようとしているらしいね。また口径が 76mm と小型で威力不足気味のため、当時のソ連ではすでに AK100 や AK176 に置き換えられつつある旧式装備であったよ。対艦ミサイルは P-25M を8発装備、原型が1960年に実用化している旧式のため最大射程が 83km しかなく、シースキミング能力もないし、チャミングにも弱いよ。おまけにミサイル誘導用のバルタン E 追尾レーダーの搭載は1990年代にまで遅れたよ。当初は主砲の射角を遮らないヨーランチャーを一段高い場所に置いていたけど、トップヘビーの原因になったから現在の装備位置になったよ。対戦装備は 533mm 三連装魚雷発射管2機と、1990年代に追加された RBU6000 対戦ロケット発射機2機を装備。もちろんソナーも装備しているから、ある程度の対戦能力は有していると言えるね。ここまで体感、対戦装備が充実していることが分かったけど、そのしわ寄せは対空装備に来ているんだ。何せ対空装備は主砲以外には AK630M 30mm シウス4機しか装備していないからね。1990年代の改装で 9K32M ストレラ 2M の4連装発射機が2機追加装備されたよ。だけどストレラは旧式装備で機体後方からしかロックオンできないこと、元ハマンパッツで射程が短すぎることから対空能力は貧弱すぎると言わざるを得ないね。
機関の方は8000馬力のディーゼルエンジンを4機搭載し、合計32000馬力の4軸推進だよ。だけどエンジンはソ連製だし、武装と同じくわざと旧式のものしか輸出しなかったから、排水量の割に馬力不足気味だよ。ちなみに同時期の OH フェリー級はガスタービンエンジンかつ4万1000馬力だよ。そのため最高速度は27ノット、航続距離も12ノットで2800海里と遅くて短いものだよ。航続距離の方は国会で使うからまだしも、速度の遅さは艦隊行動に支障をきたすね。最後に搭載する電子機器だけど、表を見てもらえばわかる通り、すべてソ連製かつ1960年代に開発された旧式のものしかないね。そのためソ連崩壊後の1990年代以降は、たびたび電子機器類を交換して近代化回収しているよ。さてここまでマラシシティの性能を見てきたけど、お世辞にも高性能とは言えないね。そのため軍艦というよりは、チャウシェスク用高級ヨット的な側面も強かったらしいよ。しかも2番艦の建造が経済危機で中止になったことにより、マラシシティを主力艦として運用するのは不可能になったんだ。軍艦は最低2隻いないとローテーション組めなくて、整備時の戦力低下を防げなくなるからね。だけどマラシシティは装備が旧式ユンに映像を撮られても問題なし、ヘリが運用できるので見栄えがいい。1隻しかないから失っても痛くないと、自身の欠点が妙にプロパガンダと相性が良いことが判明。結果、ルーマニア海軍の顔として国際的な知名度を上げていくよ。さてここからはそんなマラシシティの波乱万丈な艦歴を見ていこうか。マラシシティは2度改名していて、最初の艦名はチャウシェスクが命名したムンペニアだったよ。これは俗に大マラキアと呼ばれる地域の歴史的な名称で、日本ではヤマト、イギリスではブリタニアにあたる言葉だよ。収益当初は武装やマストなどが原因でトップヘビーになり、海が荒れてなくても兵器の使用に制限がかかるほどだったよ。特にヘリについては安全な運用は不可能と評されるほどだったんだ。そのため1988年6月よりドック入りして、1992年8月15日まで改造工事が続くよ。改造工事中にルーマニア革命が起きたため、1990年5月2日付で革命が起きた町であるティミショアラ2回目だけど、政治的に過激すぎたのか、同年8月27日にマラシシティに再改名されたんだ。ちなみにマラシシティは第一次世界大戦でルーマニア軍がドイツ軍を打ち破った戦いの名称で、ルーマニア海軍では2代目に当たる名前だよ。また艦名以外にも艦種名も変わっていて、収益当時は軽ヘリコプター巡洋艦、革命後は駆逐艦、2001年からフリゲートに分類されているよ。1993年2月にはマラシシティを売却する話も出たけど、結局中止になって同年7月の艦隊演習に参加、そこで初めて対艦ミサイルの発射訓練を行ったんだ。1994年以降、前述の理由により NATO 演習に参加、そのためマラシシティはルーマニア海軍の象徴として見られるようになり、海軍も電子機器を近代化改装するなど徐々に待遇が良くなっていくよ。また1994年、1995年、1998年には地中海航海を実施、特に1998年は NATO 演習参加のため大西洋まで航海し、大西洋でのヘリの発着艦まで成功させているよ。だけど船の安定性がかなり悪く、大西洋では1回、地中海では2回しか発着艦を行えなかったんだ。しかも使用機材は IR316 で、大型の IR330 では成功するかは不明だよ。これらマラシシティの運用実績、ヘリ運用の課題などから、2003年にルーマニア海軍は22型フリゲート2隻をイギリスより購入、ウクライナ海軍とロシア黒海艦隊への対抗戦力として、マラシシティの戦力化は継続されることになるよ。現在マラシシティは第56フリゲート戦隊の一員として、2隻の22型フリゲートと共にコンスタンツァを拠点に活動しているよ。また黒海最大の軍艦として人気も知名度も高いよ。そういえばロシア黒海艦隊の巡洋艦モスクワはどこに行ったんだろうね。巡洋艦から A 級潜水艦に監視返したのさ。最後にマラシシティについてまとめるよ。マラシシティは独裁者のわがままで建造され、その性能はお世辞にも良いとは言えないね。特に防空能力、ヘリ運用能力、機関にはかなり不満があると思うよ。だけど列戦後の NATO 演習に積極参加したおかげで有名となり、今では貴重な艦隊戦力として重宝されているんだ。ルーマニア国内でも愛されているようで、イージス艦に魔改造されたマラシシティの創造図なんかも制作されているほどだよ。後継艦の方、ウィンド型コルベット4隻の建造契約が未だ結ばれていないこと、モスクワ撃沈で戦力的価値が間接的に上がったおかげで、
マラシシティは今後しばらくは活動を続けそうだね。今回はここまで。久々の海軍会だったけどどうだった？正直船に関する知識不足とルーマニア語資料の貧しさで割と手抜きしてる感が出てるね。特にルーマニア語ウィキよりもマラシシティ研究家のいるポーランド語ウィキの方が内容が充実しているのには驚愕したよ。まるで日本語ウィキでの走行巡洋艦流陸の記事みたいな現象だね。ただ図らずとも当初目指していたサクサク解説路線に戻れたからこれはこれでありかもね。次回は何やるかは特に決めてないけど、61式戦車解説が妙に伸びたからまた自衛隊関連の解説をやるかもだね。いいね、高評価、マイリスト、チャンネル登録してくれると嬉しいな。それじゃまたね。